The Challenger。Round one. Fight. Fight!
さん喋る。今の試合中です。いやーみんな強いね。これ今 R さんと島々さん。おお。いや R さん強いわ。そうですね。どうですか、ゲージーさん、 R さんのオクトマルは。R さんはね本当にうまい。うまい、早い。馬鹿にできない。R さんだけは。さんだけはいじってはいけない。誰も分かりましたね。なるほどね。いや本当に強いですね。正直北斗丸とか余裕やろと思ってたらめっちゃ強かったんでびっくりします。あ、佐藤さんお疲れ様です。そうだよ今、いや今日お疲れ様の試合実況、あうまいね本当。みんな強くてね、俺も心が折れたわ。いやみんな強い。おお、いやいや俺もともと謙虚ですよ。あー、はいはい、今 JR 君もうちょっと頑張った方がええんちゃうかな。なんかね頑張ってらしいけど、僕もねやっぱそれなりに今練習してるし、そうやね、まあそれぐらいかな。あといつでも関西に遊びに来てほしいかな。 JR 君いつでも来たら対戦してあげるのにな。ほんま待ってるのにな俺。これ絶対あげるな。ここだけちょっとなんかうまいことピー音をつけて。いいね。あーでもいやアルさんうまいな、すごいわ。いやーみんなうまいっすね今日来た。佐藤さんもうまかったわマジ。最初やった時ねマジ詰まされてる感じがあった。いや、あそう、エムダさんね、あんま来ない。今日来てたけど、なんかどっか行ったし、みんな。あー、カノボさんとやってる人か。あー、そうだ、なんかね、やっぱやってないからか。あんまスパドン打つ場所もわからんし。なんか、さっき勝ったけど、ぶっぱで勝ったようなもんだしな、あれは。暴れたハリアを潰すか。あー、確かに。でもなジェニー相手に垂直ジャンプするのも怖いし、バックジャンプで様子見かな。最近ね垂直ジャンプが強い子だと思うんだけど、どうですか。強いですね。いやでもジェニーは結構潰せるからな。空中投げとハリア持ってる、特にジェニーはやりにくいかな。いや小足強いですねジェニー。そうそう今日気づいたけど、あれやばいわ、強い。おお北斗丸同キャラ、これね
どっちが R さんかな。勝ってる方やろ。おお、なんか関東はみんな戦闘 TOP 多いんすか。多い。戦闘 TOP でもう先にリードして守る、あとは守って次のラウンド。なるほどね。あ、戦闘確かに強いわ。僕が真ん中にしてるんですか。まあいろいろあるんですけど、あの戦闘は甘えってね、あの隼人さんに言われたのと、隼人理論プラス、まああとはあんま TOP に依存したくないからっていう。戦闘だとね、やっぱりマジで事故で勝っちゃったりしちゃうから、まあぶっちゃけ最後でもありかなっていう。まあ最後はさすがにあんまり、まあありかと思うけど、そうそうそう、逆転がね時間かかっちゃうし、やっぱドンハンで時間使う立ち回りするから最後はねって感じなんですよね。最後はやっぱガトーとか強いと思うけど、ケビンとかカインとかは。で真ん中結構やっぱいいと思いますよ。まあトップ確認されてね、プチューンって切れちゃう時もあるかもしれないけども、一応また入ることもあるしね、ガストしてたら。吉水さんの理論ですね、これ神様の理論。おお、うまいわ R さん。やばいやばい、しげちゃん余裕。はいはい、コバさんの、いやわかんない、 どういう動画ですか。腹減りウルブスのランバトのやつ。ああうん、あ、そうなんですか。はいはい、あーへえ、うんうん、はい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 、当たらない当たらない。てか AC コンビネーションはね潰されるし、あーでもガーキャン、飛び込みに対してガーキャンビハインドってこと。あ、そうか、だってディハ、うん、確かに使えるかな。まあジェニーのガーキャン技発生遅いんで。エムジャさんお久しぶりです。みんなどこ行ってたんですか。飯行ってたんですか。なるほど。お、バニラカインがアールホックとなるんですね。僕だよ。なにそれ、僕とエムジャさんの仲なのに。まあ、実際会うの久々ですもんね。え、知ってた。いや、今マジで忘れられてたかと思ってね。そう、超、まだ、あの、あんまり久々なんですね、お互い会うのが。びっくりしたわ。そう、ジェニーわかんないっす。あー、マジか。いや、もう消してたからな。さあ、これはいい勝負やね。カインが有利取って、おお、ランカパンカー KO。 うーん、みんなうまいな、ほんとすごいね。おお、エムジャさん、ダッシュランテってどうやって出すんですか。ダッシュランテってどうやって出すんですか。なんかエムジャさんがダッシュランテ6回当ててゼルでやったら割れるとかいう話をしてたっていう。あ、そうなんですか。強そうだった、連続ガードじゃないけど。ああ、ああ、雪春さんから